なんか風吹くし音静かだし。ぬばちゃちょちょん、威力はそこそこ。背中向いてると当たんねえかな攻撃。あー弾かれるんだ。そうなんだ。あれなんか上のやつに当たったみたい今感電本土が。あぶね。あれかあの壁のあれか絵のやつか絵っつか石像のやつか当たったのは。体当たり系はなドア開いてもな禁止つけとこうね。ついてる。いける。いけるけど怖い。風がやっぱ厄介よね。この間も滑るんだもんね。2発。どっかに雨でしだが出たはず。行っちゃうな。まずい気がする。まずい気がするが、とりあえずこれを取る。鑑定本土。じゃ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 。一撃？マジで？ただ体力がやべえな。それはいけるかな。取った。ほっ。帰れる。体力。ドロローサ。すなち右にジャンプいけなく、あ、あれか。怖えな。禁止も外したくない。これか、ここに出てくるのか。で、上をぐるっと回って。ドロローサ。あ、天中リア揃った。じわじわ回復。右側はどうやっていくんだっけ、これ。いけるんだ。左にもいける。左にも行けて右に行くのが、え、どうやって行くんだあれ。飛べば、あ、べちょ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 、ここからかな飛ぶとしたら。風が右向きの時に、これが。結構ギリギリだね。で、ここが天音品が出てくるはず。飛び降りるとどこ落ちるんだろう。まあまあいいか、今行く必要ない。そっち行くと、いやー上行くか。結構ギリ。そっちは何かあんだっけ。上に出れる。危ない。ちょうど当たった。待って待って待って、いいのかな行って。とりあえず頂上までの道を確認しとこうか。その後修道院が待ってんだけどな。あぶれ。ずれんのこれ。そう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 。開いた。
お、素晴らしい。風吹いてるとね、はしごジャンプ登りするときにずれていく。だんだんずれていく。気をつけないと。熱上ゲージは美味しいね。鑑定本当だ。食らった。あれ間違えた。だこっちじゃん。いてえいてえって。やべ、ちょっと、おお。やっちまった。魔法選択ミスで一気に調子が崩れるって、もなか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 だよな。結構見えないの、振る瞬間がちゃんと見てないと。あいつも一撃だといいんだけどね。背景が眩しい。待って待って、禁止ついてる、大丈夫。危ない。有効打がない。それこそやっぱ鑑定本土か。合ってる。一撃すげえな。逆よ。じわじわ熱情回復。左先行った方がいいか、これどうせならば。とか言って死んでしまう可能性もあるんだが、まあ涙なくなるだけだから。赤ちゃんしゃあないな。あと15人。おっと、びっくりした。あった足場。左なんか普通にルートあんな。まあパリで落ちることはないので大丈夫です。つーてもね、結構ゴー、まあ、い危ね。ちょっとしたミスで死亡です。こっちだね、鑑定本堂。あ、画面全体赤ちゃんにも当たった。すごいな、そんなに範囲広いんだこれ。うわー、ドキドキするの。風厄介。危ねえ。風止まってから行きてえな。あれは右側からじゃないとダメなのか。アイテムは瓶あるよ。ふわしまった。ここでつながる感じ、つながる感じだ。左のやつら倒す必要あんの？あ、アイテムあんだ。あれで1500円貯まったらいいな。2発、やっぱ威力高いなこれ。あの消費者が瓶に弾かれた。お金足んなかった。で
降りて送って、こっちから行くとちょっと厄介だね、これ。当たらん。こっち向いたら、撃つ。ダメージ入ったのかな、これ。多分はい、ダメ入ったと思います。今の壁にも一発入ってたんで一撃でしたね。ただの霧だと5発か。やっぱ硬いね。やっぱで当たんねえ。やべ。この一発当てると離れていくのがね、非常に厄介よね。あった。一撃、素晴らしいね。右になんかあんな。すぐ取れそうだ。ほい。涙ね。まあ、瓶、また、あ、うれー。逆風だといけねえのか。瓶ね、フラスコ瓶また。うわー、マジか。違う場所でやろう。わざわざあそこに行く必要ないだろう。ずれ、うおー、マジちょっとずれるだけでつかめねえんだな。うわ、逆です。ジャンプ禁止。しっかりつかもう。左、オッケー。さあ、これでレート終わったよね。修道院、雪山の修道院に着く。エズドラス。Sí, hermana mía. Nuestro encuentro se acerca. El milagro me protegerá. No necesito vuestro amparo esta vez. Dejadme solo. ¿Qué 起きるんだろうね。なんだっけアイテム。これか、スカプラリオ。ペルペチュアからのお言葉ですよ、要は。カンテ本堂？威力高めなのかな、やっぱこれ。致命傷だもんね。周囲の敵に致命傷を忘れたもんね。カンテ本堂の後に、一発、月で処刑。いいじゃない。さあ、まずはセーブだ。下からでいいんだっけ。上は結局ショートカットで帰ってくるだけだった気がするんだが、いいのか。進もう。長いな。やちゃ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 、頼っちゃう、よくない。あっつ。結局食らったよねっていうね。一撃か。回復できなかった、あまり。あいつか。3回切った方が回復できます。月一発で倒しちゃうよりも。なんかあんじゃない？ねえんかい。こいつには当たんねえんだ。そうか、わかったわかった。一発。危ね。届いた。危ね。
あいつが傾けてる間だけ出てくるのかな。下はいいか、行っちゃおう。あいつか、どういう格好してんの。仮面かぶってる。なんかよく見えなかったけど、多分奥にいるよね、流すやつが。およけられただと。お前か。いてえ。で、右なんかあんのかな。うわ、右なんかある。なんかあんだろうな。こいつがね、地味に強いんだよね。上に行ける。あ降りたらこうなりますよっていうだけの話だわ。探索も何もねえわ。終わりか。扉開かなかったしな。ノックバックやだな。まるで逃げられてるかのようだ。で、下降りて、下にも行ける。どっか、あ、でぐるっと回ってきて開くのか。きっと狭いっつってるよ。ちゃんと向くね。うわー、素晴らしい。画面全体に。カンテホンドってケムクジャラの卵のやつだよね。こんなに優秀だったんだ。うわー、その当たり当て残ってんだよね。忘れてたわ。開いて、で下降りるわけだな次は。で右、あ、これでつながるのか。上何もなかったね。いっか、回復しなくても。あー、出た。こいつどうなんだ。これ三雲と同じレーザーじゃん。いやー、ギリギリよ。ちょっとずつ回復。しずしずと歩いてくるね。なんかね、シャランシャランって音が鳴ってる。多分幽霊がまた出る。やだな、2連射だ。一回しか切れないんだ。当たんねえか。嫌な位置になお前。倒しとこう。左、
修道院だから顔と手の敵だよね。どうやって当てよう。一発？一発っぽいね。まあ今のような場合だとかなりラッキー。行く意味がないやつだこれ。悲しみのこれな、涙すら手に入んねんだこれ、ろうそくのやつ。オッケー、ここはオッケー。さて上行ってって感じだ。中央のセーブポイントから下が丸っきり行ってないからな。カウンテホンド向きも関係ない。右に行く人あんのか。お化けやめて、お化けやめて。シャランシャランつってね。魔界村のピエロみてえだ。ミリアム、預言者ミリアムだって。偶然だよねきっと。あのミリアムじゃないよな。おい、当たった、いいよ。一網打尽、すげえ便利だな。また出んのかい。愚かよの空中コンボのような。下下行ってあれか、厄介なところにいんな。でもこれ届くよねきっと。うわー届く、すごいな。一発あぶね。近いな。ちゃんと足を止めてくれる、優しい。危ねえ。で、右か左か、ボスかな。ボスっぽいから先左行こう。あ、サエタだ、チューリップある。寒そうだな。なんだっけ、ヒブラエルだっけ名前。El milagro antiguo nunca olvidó a las cinco. Las mantuvo bajo su santo capricho. Las maldijoLas condenó. Sí, las ha tenido dormidas en caso de que las necesitase. ¿Deseáis hacer cantar al bronce? Tanto más. Amanecida, ya despertado, pues la saeta ya resuena. あの場所な、アマネシダの出る場所ね。全然分かんなくてすげえ迷ったことあったよね。2周目の時かな。でボスだな、いけんのかな。どうだろう、あいつはどんな敵だったか。またいるのかな。Penitente en el silencio.
¿Necesitaréis mi favor en vuestro siguiente cometido? Daga Kotoaru. Aquí permaneceré si cambiáis de parecer. Itemio. Kao to te. Tama o hajiki kaeseru to raku na hazu. Nanka uite. Oh, koko ka.基本的にはサエタがいい。もう2発から散ったよ。あ、痛い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 。おお。こんな早かったっけ、弾。速攻だったな。避けモードと当てるモードを変えないと。結構きつく、うわー、結構これあれ返せるやつどれだっけ。結構きつくない？手のひら、これじゃねえな。これが、これを当てると相当威力高かった気がするんだけど、ぐるぐる回ってる。お、両手出てきた。いやー、冴えた。おお、あ、いけね。体力回復をさせてくれ、頼む。クロスアタックやめて。これどうなんだろうな、あのレーザーはまたパリなのか、回避で避けらんない、そこだよね。回ティ、ティエントだっけ、なんだっけ、その魔法でなんとかするっつうのもあるし、ティエントだ。なんだろうな、でも三クモンに比べて明らかに簡単ですね。とても優しい。前兆が見える。あの弾はパリーか、さすがに。え？ダメ？やべ、うん、お、頭に当たっちゃった。パリできなかったっぽいぞ、弾。頑張って避けるしかない。回避でも意外と無敵時間があるようなないような。まあそんなに、そんなにきつくないはず、予定では。見て、3回来る。やべ、早かった。消えちゃうのよね。意外とやりづらい。両手出てきたらティエントでご両親がいいかもしれない。痛い。
これがきつくなってくると思う。ティエントにすっかな、どうしよう。無理そうだったらティエント。間違えた。ちゃうよね。嫌な位置だな。これゲージ全然使わ、避けらんねえじゃん。やっぱティエントずっこくね、これやっぱ。ゲージさ、あんなんで無敵よ。やべ、あー、ちょっと待って。しかも当てずれーとこにいんな、あいつ。最初はドロローサで、なんとも、ジャンプ切り、ジャンプ切りがね、これしか当たんないと DPS が低すぎる。頭の高さが変わる。使っとく。回避のこの背の低さを利用するしかない。やべ、うおー、両手出てくんだよ。もうちょっと待ってね、両手は。出てきちゃった。ティエント、逃げるモード、逃げるモード。うわ、早っ。ちょっ、ね、ちょめっちゃきついモード。切れる。もう一回使った。あー、消した。また高いな、その位置。はいはい、よし、もう一発ラスト、もう一個、よし。力技ではある。あのモードでも結構きつくない？無敵なしで。パリーもね、聞けなかったし。ティエントという最終手段を使ってしまったな。En nombre del suplicio mayor y de los hijos del milagro, que el oro de mi rostro derrita y borre la compunción de vuestra alma, corazón de la culpa.自責の聖書。これで3つ目。